はい、えー、本日は令和の4年、えー、12月16日ただいまの時刻は19時39分でございますサンキューこのですね片岡くんの今日のツイートでちょっと私初めて知ったんですけどもこちらですね、えー、昨日の夜の8時頃にツイートしている内容なんですが え、後ろの方であれネットワークビジネスのやつですよと NHK とのクロセさんと話をしていたら、当主に急にかけてきました。当主は犯罪ですよと注意しておりました。笑顔でかけてきているのも怖いですというですね。まあ、この動画をちょっと皆様に見ていただきたいなというふうに思います。 この女性ですよね。この女性が、立花さんに、まあ、なんか液体をかけたっていうことで、この、この女性ですね。この女性がかけたっていうことです。で、私も、あの、この当主の、まあ、この後ろ側にいてるような状態で、で、まあ、片岡くんも、まあ、この、まあ、この女性の、まあ、後ろ側で動画を撮ってるっていうような、 えーまあ、立ち位置だったんですけどもちょっと私もですね投手にまさかかけてたっていうのはちょっと知らなくてですね、まあ、かなり驚いた内容だったんですけどもはい立花投手が、えー、何らかの液体をかけられたシーンそして液体をかけた女性を、えー、皆様に見ていただきましたでこの液体をかける行為というのはですねこれは暴行罪にあたる可能性のある行為です または、えー、それが衣服に、えー、かかっているということで、衣服がもうダメになるっていう状態ですと、これは器物破損の罪になる行為になりますので、まあこれはですね、もうこの女性に対して、立花投手は、まあ本当にね、笑顔でというか、優しい顔、優しいお,あのお言葉がけでですね、あの、そんなことしたらダメですよ、危ないですよっていうふうにね、あの、この女性に対して、まあ、あの、注意をされてましたけども、 本当、立花投手の本当、懐の深さだと思います。で、まあ、それを言われている女性はね、もう、何にも理解してないような、もう顔でね、ニコ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 笑って、うんうんってうなずいてね、で、やってたんですけどね、まあ、あのー、このね、液体をかけるっていうことで、えー、今年はですね、まあ、私、サクッとね、ネットでニュース調べたところね、もうすでに二人の逮捕者とかも出てます。えー 千葉県では20代の女性に何らかの液体をかけたということで、えーまあえー、暴行の疑いで現行犯逮捕で、えー、器物破損に切り替えて送検をされていますし、静岡県の方で起きている事件に関しても20代の女性に、えー、40代の男性が、えー、なんかその変な匂いのする液体をかけたということで、えーまあ、暴行からです、ね、器物破損、えーまあ、このね、えーまあ、容疑で現行犯逮捕されていてですね。 で、えー、まあ、男性も、まあ、その容疑に関してはもう認めているということで、まあ、このね、あの、液体をかけるっていう行為は、はん、あの、もう犯罪だっていうことなんですよ。で、もうこの女性はね、特に何の罪の意識もなさそうな、なんかもう悪いことをしてるか、ことのないような顔でね、もうやってるっていうことが一番怖いですよ。一番ダメなところですよ。その、罪の意識のない人ですよね。それが一番の悪なんだっていうことをね、全く理解されていない。まあ 本当にね、10代とか20代の若い方とかじゃなくて、もうほんまにいい年した女性ですよ。上気を逸してる行為、も行為ですよ、こんなのは。あの、NH、あの、私は参政党のことカルト集団だっていうふうには、あの、理解してましたけども、もう、反社会的組織ですよ、参政党は。完全に。 ま、当然、あの、神谷さんとか、吉野さんとか、松田さんとか、そういった方々があの女性に、これちょっと立花さんにかけて怖いとか、いうふうに命令したとは当然も、私も想像もできないですけども、でも、賛成党の末端の支持者の人たちはあんなレベルなんですよ。全く見ず知らずの人間に、いきなり液体かけたいとかすることができる、そういう人が支持者なんですよ。危なすぎるでしょ許せないですよ、こんな行為。 はっっきり言ってあのー、私はですね、まあ、あのそのカルトってね情報弱者の方ですとかあとはあの情緒的に物事を判断してしまう人そういった人たちが、まあ、このカ,スカルトっていうものをね発生させていくんですね。で、まあ、当然ねあのそれを利用するうー組織や人はどんどん肥大化していくこれもまさに今の賛成党じゃないですか。 めちゃくちゃですよ。政治と何の関係があるんですか。え、なんか立花さんが神谷さんとかになんか暴行でもしたんですか何にもしてないですよ。常に参政党は逃げてるじゃないですか。何にもしてないのに。なんかあの女性は平気で立花さんに変な液体かけて、で、あのその液体をかけて立花党首に注意をされて、で、その後にまだ あ立花投手の右斜め辺りに立っていてであのそのそドテラのねあのオイルをねこうかばんから出して出したりしまったりとかしてね鼻でクン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 クックックッとかやって立、ね、花投手の顔をずっと見てね挑発するようなことやってたんですよ。 私はその勝てられたっていうのは、あの、その、本当にその現場では気づかなかったんですけども、まあ、ただそのなんか、え、女性、前にいてる女性がやたら立花投手のことを振り向いて、なんか鼻でクンクンボトル、カバンからボ、変なね、こういう小さい、あの、ミニボトルみたいなの出されてクン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 やってんなっていうのは、すごいそのアピールするような感じだったから、めちゃくちゃ、あの、視界の中に入ってても、めちゃくちゃインパクトがあったんですよ。なんなんこの女性はみたいな感じで思ってたんですよ。 ですが、このように繋が、前後が、あの、前後の、前、前があったなんてかけられていたっていう、前があったっていうのはちょっと知らなくて、もうほんまに今日一日、もう賛成とほんまええ加減にせよっていう気持ちでね、もう、腹渡り逃げくり返ってましたよほんまに。で、 あのね、まあ、今回ね、あの、まあ、今回っていうか、あの、今日ね、あの、ちょっとさ、NHK とコールセンターの方に、まあ、ご連絡いただいて、お問い合わせがですね、かなり多かったみたいで、ちょっとね、折り返しの、あの、た折り返しのですね、えー、まあ、対応も、まあ、結構させていただいております。で、その中に、あの、男性の方でね、え、え、参政党の支持者じゃ別にないんだよ俺は参政党の支持者じゃ別にないんだけどさ、とかっていう、男性の方とお話させていただいたんですけど、もうめちゃくちゃですよ 話にならないですよ、もうほんまに。ちょっとね、ご病気だと思います、完全な。 あの、言ってないことを、お前、今さっきからこうやって言ってんだろ、お前この野郎とかって、ど、どういうことなんだよといや、私そんなこと一言も、あの、申し上げておりませんが、って言っても、ふざけんなよ、この野郎とかって、いや、もうあの、そういう感情的にはちょっとならないでいただいて、ちょっと落ち着いてお話だけさせていただければ、電話でかかんだからよ、お前この野郎お前、かけ、かけ直してくれ、この野郎とかって、もう、ほんとそんなんなんですよ。んで、もうあの、立花投手が妨害した、妨害したっていう,いう話をするんでね、 あのいや、妨害については立花も認めてましたし、あの黒川に対して謝罪もしてますよねって、ご存じないんですかって、俺は知らねえんだよとかって、NHK とは何なんだよ、この野郎だって、NHK の受信料だって、こうだろうだろうとかね、なんか、あとな、なんか、何言ってたかな、なんかもう、なんかその歴史の話とか、なんかもう漫、うわー言ってきて、あ、優勢、郵政民営化した話とかも出してきて、うわーとか言われて、はーって聞いてても、もう、全然その、 なんで接点のない話とか論点がもうめちゃくちゃ飛びまくりでいや、すみません、主語とかがないからあの誰がどの,どの人に対しての説明とか公開討論をしたいとかっていう話をされてるんですかってか聞いててもあおめ何なんだよ、分かんねえのかこの野郎がでも常に怒られてですね、で,で、で1回電話切,れもう切,られ切られるんですよ、最終的には。 ふざけんなかったらプチって電話切られて、で、あの、さっきもですね、また電話が出てきて、最初はね、めっちゃ冷静なんですよ。ああ、さっきさあの、昼頃電話したよね、とかやって、あのー、ああ、で、 あの、私何件ももう電話してるから、どの番号がどの人かっていうのを分からないわけじゃないですか。ああ、ああ、ああ、はい、つって、あそうですね、はい、お話させていただいてると思うんですけども、って、ど、内容だったんですかねって、NHK のこと、受信料のことでよろしかったでしょうかってっ、そうじゃねえよーとかって、またいきなり始まって、あ、このニュアンスはあの、俺、賛成党の支持者じゃねえけどよーの人なんですよ、もうね。で、賛成党の支持者じゃねえけどよーって、お前、なんなんだよ俺、新幹線で見に行ってんだお前、金払えよ、この野郎とかって、めちゃくちゃ言ってくるんですよ。で、いや、もうそういうことでしたら、もう、あの、立場 に直接電話していただくのが一番早いと思うんですけどっていう話をねあのするんですけどまあもう話全く通じないですよ行かれてますよ完全にまあねもうほんまにもうちょっと賛成党はね日本の国政政党にはもうふさわしくないとかっていうレベルをもうはるかに超越した反社会的組織ですよ行かれてます完全に いや本当にね、あの、現場とかでは、もう黒川さんとかもね、結構ほんまに、結構っていうかね、もうイケイケどんどんで、もうバチバチやってるじゃないですか。もう、た、もう黒川さんはね、まあそういう現場というか、もう本当に命かけてね、あの政治活動をやられてらっしゃる方ですから、もう活、活、活動家ですからね。もうゴリッゴリの、もう大先輩ですよ。 本当にねあのすごいなっていうふうに思いますけども本当にね気をつけていただきたいなと思いますし、まあ、当然ですけど立花党首も気をつけていただきたいなと思いますしまあねあの本当にね NHK 党の,あの党員の方ですとかあの支持者の方とかもね結構あのツイッター上とかでみんなバチ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 やってますけどあのマシューさんがね ここはいきなりマシューさんとかって名前出してごめんなさい <laughs>。マシューさんがね、えー、参政党の党員の人のことを怖いっていう表現をされてましたけど、おっしゃる通りですよ。怖いですよ。危ないですよ、ほんまに。もうカルト集団化してますから、完全に。もうね、あのー、 まあ私から見ると、本当に自分たちの都合のいい、もう情報しか仕入れない。で、それを理解してくれない、それを受け入れてくれない人たちに対してはもう偏見や差別を作り出して、もう虚偽、虚像とか、もう捏造とかもうそういったものを全て作り上げてですね、もう自分たちはとにかく傷の舐め合いをしていく、お尻の舐め合いをしていくっていう、まあもうそういう組織ですよ、賛成党は。ほんまに。 なので私はちょっともう、ほんとご都合主義のカルト参政党は、まあもうね、早々に、ちょっと政党というか、まあなんかその補修とかでも当然まあエセ補修ですし、え、まあもうお金がね、ガンガン入ってくるから、あの、神谷さんらとかもちょっとおかしなってんのかな、みたいなね、松田さん、松田学さんとかもね。松田学さんなんて過去には投資詐欺のね、あの、まあ、 内容で裁判というか訴えられたりもされてるような人でもうゼニゲバですよほんまの,あのこれはねちょっと正当とかっていう本当に。 まあ、立花投手もね、NHK と一緒やみたいなこと言いますけど、参政党はね、やっぱりその国政政党っていう、やっぱりもう肩書きを使ってめちゃくちゃやってますし、NHK もね、公共放送という肩書きを使って、も犯罪行為やりまくりみたいなね、まあそういう状況になってるということで、まあとにかくね、このカルト集団がですね、まあこれからもどん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 私は、肥大化していくと思ってまして、まあただその中で、まあ特にね、あの、その、絡みがなければ大きな問題って多分出てこないと思うんですよ。 まあもう、参政党なんか言論弾圧とかして、もう共産主義みたいなことやってるわけじゃないですか。言論封殺して。で、まあ、党に対する意見とかね、まあ、ディスカッションを求める人間に関しては、一方的にもうね、離党届とか出して、もう、はっきり言って、ね、あの粛清とかね、あの、えー、こうあの総合学会言ったら、法華経のね、あの教えに、まあ、その、 とは全く違う思想に関しては罰を与えたりとかするっていうような、もうほんまね、その、本当にもう信仰、信仰、え宗教とかね、あの、ネットワークビジネスの人たちがもう遠いにいてるってことはもう間切れもない事実であり、まあそういったものを、まあそういった、まあカルト化しやすい、まあ情弱の人だったりとか、情緒的な、えことで判断する人たちをとにかく利用しまくって、まあもう自分たちはもうとにかくお金をどん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 やっていってですね、あのー、 まあそういったことについて指摘されてしまう、そういった情報が公に出てしまう可能性のある場所には絶対出てこない。ね。みんな口チャックするって。めちゃくちゃ集団的な犯罪集団じゃないですか、これ。めちゃめちゃ組織的ですよ。 まあほんまに、まあちょっとね、もう私もこれからですね、賛成党に対しての意識っていうのを、もうしっかりと、まあ明確な、明確になりましたし、まああの、今回ねえ、今日、あの、行われました、あの、NHK 党の定例記者会見の中でもですね、あの、賛成党に対して、 まあしっかりとしたね、まあ論理的根拠をですね、明確にしてですね、あの私たちの方にもですね、まあ周知していただいているような形ですので、もう本当にね、まあこれからまあね、まあバチバチあの参政党やっていく参政党とはもうバチバチな状態になってまあなっているんですけども、まあこれからどん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 なっていくだろうなというふうにも思います。やっぱり n h 系統の良さっていうのはですよ、あの本当にまあ自由を求めですね、あのもう弱気を 助け、強きをくじいていくっていうようなですね、まあ、本当に立花党首がですね、本当に一、えー、人で始めたこのね、NHK から国民を守ると,とか、まあ、旧透明ね、まあ、そういった、あの本当に、えーまあ、そういったところからの活動ですけども、本当にね、そういう人たちを、まあ、守っていく、そういう行いをしていく政党でございます。もう私たちはね、あの当然、戦っていく場所は選挙です。 まあね、あの東京都内の方でもですね参政党の政治活動って本当に激しくやってますので、まあね、あのこれから、えーまあ、そういった現場にもあの直面すると思いますし。 え、えま、ああの、参政党は、あの、地方選挙もですね、え、なんかこう、何連勝か、ま、あ連勝中ということもあってですね、え、ま、あかなり祈りに乗ってるっていうところもあります。え、ぜひですね、あの、NHK 党の皆様、あの、また、そうでない方もですね、参政党が嫌いな方もですね、え、ぜひ、あの、私の活動なども、え、サポートしていただければ幸いです。え、政治活動のですね、え、ボランティア、 え、募集、常に、え、しておりますので、え、ぜひ、皆様、え、ご協力のほど、よろしく、お願い、申し上げます。ということで、え、本日の動画は以上でございます。最後まで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、東京都足立区より、NHK を、ぶっ壊す。ありがとうございました。